お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのですね、ラバクロですね、最近多いやつ。なんか、このランバーの枠が、ミニペかな、基本ミニペだったんだけど、なぜか知らないけど、ミニペだったんですけど、そのランバーにした方も今多いんでね、はい、こちらのラバクローンを使っていきたいと思います。で、スペラ雪玉とクローンだけで、コウモリスケーブが入ってる、こうちょい高回転でここの辺をクローンしていくっていうだけなんですけど、本当に結構使いやすいと思いますね。回転も早いんで。でも、全体的に火力がないんで、なんか結構高回転でクローンをどんどん使っていきますね。なんだろう、結構形を、これとかだと、ゴレダクネランバーで形を作ってクローンとかっていうイメージがあると思うんですけど、もうラバーでホパリングでもうクローンとか、さすがに早いかな。本当に、でもそんぐらいのイメージで、どんどんクローン使っていく方がいいと思いますね。はい、というわけで、いくんですけど、初点はちょい待ちですから、でも、どうしようかな。結構、後衛でゆっくりのといく、のこのと、ゆっくりね、溜まっていくユニットがないんで、墓石とかも。もうラバを展開するしかなくなっちゃうんですよね、こういう場面。で、別にラバ展開してもホバリングがあるんで、ホバリングで防衛しつつ、ラバの後ろにつかすこともできるんで、ラバ展開してもいいかなーっていうのを今思ってるんですけど、はい、ということでしよう。で、ここで、ホバリング、なるほど。ここはちょいスケブで。相手が5個さえたのに対しても、こっちは3個さんでの美味しいですね。これ2ヤードでラバで今5ワード取られてますね。なんで、ここで今コスト相手にマックス10。ちょっと損してるっすね、相手は。美味しいですね。で、ペッカだったと思うんで、このベビードラプラスのシンプルなホバリングが、これコウモリも付け足したいですけど、クローンしたいですね、本当は。ということで、クローンします。待って、ポイズンおるやんけ。ちょっと待って、事故だけど、クローンのホバリング生きてる。いや、もったいねえ。今のマジでもったいないですね。コスト 2.5 ぐらいの時にもう打っちゃってたから、3になった瞬間にクローン発動されるんですけど、その時点でポイズン打たれてましたね。もったいない。もったいないですね、今の。で、ここは、ラバ展開したら工場とか来ますけど、コウモリ。エレキサイター。美味しい。え、なんでここでエレキサイターっていう。なるほどね。完全に防衛する系ですね。でも、ここで僕は、OK。もうこれ美味しい。これでだって、アドですよ、これ。これでただのアドで、これもうカウンターで、はい、オーバー終わりですね。いやー、勝ちですね。で、これ多分相手どうせポイズンしてくるでしょ。ポイズンしてこないわけがないですからね。さすがにこれは、はい。でもこれは多分ユニットで、ほぼほぼ削れるんで、美味しい。美味しかった。もう勝ち。やばくないですか？なんか相手がそんな上手じゃない。言ったら悪いかな。で、これだってポイズンないですから、ロリババ届かないんで。いや、これですね。ロリババのちょっと弱点みたいなのがありますよね。スケブが、ね、届かないっていう。どんまいですよね。本当に。申し訳ないって感じなんですけど、こっちからしたら。ありがとうって感じですね。はい、もう、クローンでバイバイ。ポイズン打っとき。はい。で、終わりですね。おいしい。これでトロあげてる。いや、これでかいですね。今、トロ、今季、最多が6470とかかな。でも6480とかなんで、もうすぐ、運よく2勝できれば、シーズン最多にもつながりますね。6470だ。でここで勝てばもうシーズン最多だ。バボコアでいったんですよね。64、ここまで79だったかな。いや、おいしいですね。よし。なんで、ポイズン型にも、勝てないことはないですね。相手は防衛に使ったら、こっちは攻めで使えるし、攻めで使ったら、防衛でスケブとかが、相手がザップとかあるんですね。変わるんですけど、トルネとか。普通にポイズンだけとかだと、全然参ると。迫撃とか、ですね、五分かな。勝てないときはないし、全然勝てる方だと思いますし。よし、よろしく。で、あとはしょっぱな待って、かな。気持ち待ちますね。で、そんな大したこともしてこなければ、意外とラバ展開をしますね。でも、するとよく負けるんですよね。オッケーオッケー。これベビードラ作。ペッカかな。もう一回ペッカだったらいいな。スケバーあんま使いたくないんですよね、こっちからしたら。これちょっと一回共有します。工場用に取っておきたいんですよね、僕はあれを。スケブを。で、ガゴもいるかな。いや、このガゴ美味しいから、延命します。このガゴは美味しすぎた。いや、美味しい。オッケーオッケー。あはー、で、まあ、これでもどっか行っちゃいますね、みんな。本当はクローンしたいけど、コウモリ追加できなかったんで、まあいいかな。美味しいですね。で、工場来ても、手前のね、手前で受けるのはすごい大事です。OK。で、ランバーで受ける。OK。でもここのスケバ良くなかったかな。コウモリが正解だったかな。まあ、そんな感じがしますね。で、ここのコウモリもそんなんだ。あれそんなですね。ちょっと、落ち着けます。でもこれあれなんですよね。これ、雪玉強しくんなんで。OK。よし。さあ、で、守る。で、ここの、あれかな、ベビか虫か。エレキか。で、これベビドラ咲いて、で、ここでベビ受けかな。か、有能とか、ユニットで受けてくるかな。ベビ受けですね。で、ここを簡単に繋げてこられるとちょいだるいですね。攻めポイも相手あるんで。無視。いや、ここはまあ、ランバーで逆せずってダメージを、まあ、できるだけなくしていきたいですね。左側このままなんかカウンターされても、そこまで僕は、警戒しなくていいんで。よし。っていう感じで、まあ、今悪くはない流れですね。ダート取られてないんで、後ろからユニット展開からいきます。で、あのペッカは僕はスケブで囲みたいんで、これだってスケブでもう囲めば終わりですからね、これ。これベビドラ咲く、オッケー。で、これでだってアドっすよ、これ。アドゲーミング。オッケー。で、ここで、ほら、気持ちね。こういうクローンってちょっと気持ちプレッシャー与えていきます。そんなですけど、まあ。今のペッカーめちゃくちゃ美味しかったんですけどね。これで攻めっぽいですね、多分次は。おい、カモン。残念。でもここ多分やばい。これ多分やばい。一発かな。一発は許容していい。OK。もうこうなると言うてこっちも悪くはないんで、流れは。ベビ展開。これはまあ形作るんですけど、クローン打ちたいですね。相手ポイズン割いたし、ここで、ここでやっちゃってもいいな。ここでやっちゃえば相手はもう、ここでポイズン打つしかないんですよ。そう。いや、それはまあそうなんですよね。でもベビ追加で、ここでクローンやりたい。ほら。そんな意味ねえけど、言うて相手は苦しいと思うんですけど。さあ、まあ、待ちですね。待ちというか受けですね。ここは、待って、くしゃみが来た。待って、違う。くしゃみは違う。ちょっと待って。嫌だー。ちょっと待ってくれよ。危ない。耐える。待って、終わった。いや、なんでだよ、まあ、なんだろうな。ホバリングとベビドラを同時に咲きすぎて、まあ、そこに毎回ポイズン打たれたっていうのが、まあ、今のは良くなかったですね。なんで、対空をしっかり離すのをやればよかったですね。まあ、ベビドラコウモリとかで処理して、ホバリングは残しておいて、ポイズン咲かしてからのホバリング追加か、ポイズン咲かなかったら、そこでクローンして、どうにかポイズン咲かすが正解でしたね。なんで、まあ、ホバベビを毎回、一緒に出しちゃったのがちょっと良くなかったですね。なんで、まあ、ラスワンマルチで、もう勝ちたいと思います。で、この人は、ジャイスパー、ファイボザップ、コウモリ、ギャング、ガゴムレ、もう一個なんかですね。ジャイスパーの枯渇だったと思うんですね、この人。やりゴブか。やりゴブ、ギャング、コウモリ、ガゴムレですね、じゃあ。ファイボザップだったと思うんで、スケブがちょい止まっちゃいますね。今、レゴブサイト。スケブもある？いや、スケブないか。ここを攻めるけど、これをジャイで逆サイにプッて。危ない。美味しい。いやー、これやだな。これ、もうベビドラ割きたくないですけど、割くしかなく、ホバーも割いて、ここクローンしたいですね。ほら。オッケー。もう気持ち頑張る。これ雪玉で。やめてくれ。痛え。いや、マジで、スパーキー。よくない。おいしい。めっちゃ入る。ファイボですね。ファイボで、多分ザップ咲いたな。さっきザップ咲いたんで、まあなんか来られてもスキルで守れる大きな、でもここはケツラバで守りますね。守るというか形作って、相手のスパーキーはそこまで脅威ではないんですけど、まあ、陸は僕やっぱ少ないっていうので、ザップでスキブ飛ばされたら、ああ、これであれですね、ザップ、パーンっていきますね。おお。え？マジ？それで落とされんの？やばくない？ちょっと待ってよーって感じですけど、まあまあまあ言うてここでビビドラ追加して、相手がゴムで絶対来るからっていう読みで相手がワンテンポ待ってくるけど、俺がもう一回ワンテンポ待って追加するけど、相手が読んでる。でこれガゴムで来る。あ、こんなかーい、やばい、待って、やった、それやった、これちょっとやばいけど、ここのあーうまい、マジなんか全てを読まれてるんですけど、この人さっきやったんですよね正直なんか1時間ぐらい前にやったんですよね、この人と。だからだ、そりゃそうだ。ケツラバ読みですね。これでもゴリ押しで防衛します。ゴリゴリで防衛して OK。 OK ですね。でここでラバ展開しちゃうと、もう一回なんかスパーキーなんかでやられちゃうんで、一回ベビドラ展開ですね。ベビドラ展開からの、まあ、ユニットというか、ここでラバ展開していきたいですね。で、真ん中も怖い。あー、なるほど。いや、でもベビドラがそれ多分ね、そっち向く。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいよ。オッケーで耐える。で、ここで、おら、オッケー、いいよ。いいタイミング。地味にいいタイミング。いや、入る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 。あー、で、960ですね。でもこれも相手もお互いもでもしんどいから、今、ファイアボサイドでホバリングから展開。ベビドラも展開、ランバも展開、オッケーオッケー。一回ガチ防衛して、一回ガチ防衛で、おいおい、なんか多い。ここで、このランバが残る。あー、ランバ残ってくれ。いやー、クローン。いや、渋いけど、ここでやるのは気持ち、まあまあまあ、言うて、ここで相手がゴムの柵で、ここジャイ来るんで、ランバー構える。で、雪玉まとめてやる。ほら。やめてうわ、やめて、いやー、終わったー、グッドゲームやんけー。って感じですかね、真ん中。いや、これ、奇跡的に勝てるみたいなとこあるよな。ここで、あ、待って、俺のホバリング終わった。終わったゲームか。はい、GG！ というわけで、本日1勝2敗。いやー、辛いな。展開からなかなか勝てないんですよね、マジで。なんか、今季ももう終わるんですけど、やばいですね、6、8か。あと400かけないといけないですけどね、まあどうにかマジで頑張りたいと思います。はい。というわけで、まあこのデッキも多分今シーズンで終わると思うんでね、あともう数日で。なんで使えないかもしれないんですけど。はい、また多分新しいラバークローンとかできると思うんでね、そちらも楽しみに、というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。